じゃあ、大ちゃん先生、ようここんにちは、ようこそ。さん。よろしくお願いしあ、こまちす。らこそ皆でさんも見ていただいす。てありがとうございます。今日は、東京会の東京セミナールームで、二人で今から対談を取ってみたいと思います。よろしくお願いおし願いしまます。ありがとうごす。ざいまはす。い。というわけで、大ちゃん先生、新しい本出ましたね。おかげさまでありがたいことあで。れが何ですか？ この綿と何？ なんと、これは、こっちか。スワロフスキーならぬ。中身が違うんですけど。ようこさんにプレゼントです。新著です。わあ、あいつりもあがりがとうございとます。う。これ何冊目の本になります？表帳を入れると 6 6でにす。なるんですね。おかげさねえ、までうありがとうごわ。ざいます。この本の特徴は、私解釈ですけど、より大ちゃん先生らしい。大ちゃん先生が伝えたいど真ん中が、すごくボリュームを割いて書かれている感じがして、ありがだからとそうごのざいま量子力学的に地球や宇宙を捉えるっていうところのボリュームがまあ前半半分。ね。で、後半半分ぐらいはもうほぼほぼその大ちゃんが今後みんなこういうふうに進んでいったらいいんじゃないかって提案も含めた思よいがく続い読て。み込んでいただいて、ありがとうございます。忙しいのに恐ね。縮でございありがとうございます。ます。いや、いただいてしまったので、ちょっとこれは自慢せねば、そう見せねばね。わあ。わあ、すごい。この時代、地球に本来の神聖開花のために存在する同志のあなたに大感謝。わあ、ニコちゃんマークまで入ってる。ありがとうございありまがとうごす。ざいます。大切にします。ありがとうございじゃまあ、す。私が買ったやつは、どうしよう。誰か、今ちょっと人生が辛そうで、そしてまだ大ちゃんのことを知らない友達にプレゼントしようかな。わざわざ買っていただいて、あ、ありいがえいとえ、うございとまんでもす。ないです。あ、でも、あれ、結構私が付箋貼ったんですよ。本当に、そう。あっちも、やっぱり自分に他にやな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、じゃあ、今日のテーマはね、祈りの大切さ。せっかく祈るのであれば、自分のために祈るにしても、誰かのために祈るにしてもね、祈りが成功する方がいいよね。まさにまさに。でもやっぱり祈りってね、まあ我々が考える祈りのベターな形と、わあ、一生懸命やってはるけど惜しいな、みたいな人がいるのよ。その辺の話をね、今日のテーマにしたいと思います。まさにまさにまさに。というわけで、祈りとはなんですけど、大ちゃん、祈りとは何ですかって聞かれたら、なんて返事するんですか？自分はね、さっきお子さんとも笑ってたんだけど、スッとする周波数帯っていうので、そう、なんか合格できますようにとか、ね、受かりますようにとか、ね、病気治りますようにっていう祈りとは、それはまあお願いになっちゃって、ではなく、スッとする状態の方が、実は、ご病気だったり、自分のゴールだったりも、うまくいくんじゃないかなっていうのを、昔々、陽子さんに話聞いて、相手に霊気を送るときに、胃のね、手術をする前に、陽子さんが、あ、痛すって、針の穴に糸通すようなスッっていう感覚みたいな、そのスッっていうのをすごい、覚えてて、覚えてる？ もう6、7年 だ前。よね。そこから来てたん？そのスッスッとっすてる。いうのが、あ、そっちだよなっていうのが、なんか狙って、いけいけいけ、お願いみたいな感じじゃなくって、通ったっていう感じの、スッっていう感覚。な、頑張りとか根性じゃなく、わ、なんだなーっとていうの光が。栄な。光栄で いす。や、ほそんっとからそ来んてなた感のか。じ。大ちゃんよ、スッとするよって言うてるなぁ、思って、長嶋監督みたいで、心の中で思ってましたが。陽子さんの言う、あ、ちょっともったいないなっていうのが、心配事がある、それがなくなるようにとか、ね、お金なくなったらどうするんだろう、お金が入りますようにみたいなところの、ある意味、一般的に言う、神社に行ってお願いするお祈りっていうのは、フォトン、意識の素粒子層のレベルで、恐怖の素粒子とうまくいく、恐いきますようにっていう素粒子のフォトン同士で、こう、どうにかフォトンレベルで、お互いにこう、やりとりしてるような
感じで、スッとするレベルっていうのが、この素粒子を生み出してくれている後ろの海の側というか、うん、海の側から新しい素粒子を生み出して、はい、恐怖とか色があるけど、でももっと純粋なエネルギーあるよっていう、純粋な側に浸ってて、そこに溶けてるとっていう状態が祈りみたいな、伝わるかな。もうちょっと難しい人もいるかもな。うん、大ちゃん的にね、ちょっと大ちゃんはほら、量子力学的な生き方の専門家なんで、うん、その観点から、小中学生でも分かりやすいように、うん、私たちの体、うん、素粒子、うん、そして意識が、どんな風にその祈りとして作用するのか、うん、このメカニズムをね、うん、ちょっと教えてください。はい、ありがとうございます。皆さんって、そもそもこう体で、このお肌って細胞、分子、原子でできてて、炭素とか水素とかね。で、その炭素、水素とかの中に、私たちの意識の嬉しいとか、ムカつくとか、最悪とか、お願いとか、幸せとかっていう、フォトンっていう素粒子、意識、感情の素粒子をバーってこう、飛び交ってて、まあ、皆さんが、例えばね、家族とかが、今日ママ怒ってるとか、今日のママ優しそうとかって感じる雰囲気っていうのが、そのママが怒りフォトンを飛ばしてるとか、優しいフォトンを飛ばしていて、それを人が、いろんな人の、まあ、優しそうっていう空気感を感じてるのが、それがフォトンってありがとう。ありがとう。で、例えば、この困った出来事が起こった時に、やばいやばいどうしようどうしよう困った困ったって言って、困ったって思ってると、困ったフォトン飛ばしていて、それが波なので、周りの素粒子も全部困ったで揺らしちゃうことをやっちゃってる。ので、その困ったっていうことがありながら、神社に行ってお願い神様助けてっていうお祈りをすると、自分は無力で神様にお願いして、自分は何もできません。で、誰かに助けてもらうみたいにやると、依存のフォトン飛ばすので、依存でこう揺らしちゃうから、その困った現象の相手ももっと依存でくるみたいな、助けてみたいになっちゃうんで、実はドツボにはまっちゃって、じゃなく、深呼吸をしてあげるとか、で、自分の心臓はこうやって心臓をこうトクン、トクンってやって自分を生かさしめてくれてるなんで、ここの脈を触ると、トクン、トクンで血流して、自分の食べたものをよくこう回してくれてるんだな、ありがたいなっていうスッと静かな状態に入って、で神社の静かな波を感じるみたいな。で、そのスーッと穏やかな状態から新しいものをクリエイトするみたいな。穏やかな波で言うと、困ったっていう出来事にも神社に溶けてる穏やかな静かな波を自分が響かせるので、現象もスーッとこう落ち着いてくるのが、本当の私が考えてる祈りっていうのは、病気が治るようにとか家族関係が復活しますようにっていう、側よりも、スーッとこう落ち着いた穏やかな波でいると、家族も穏やかな波を響かせる。自分の体の臓器にも穏やかな波を響かせるので、お体も良い方向になるし、家族関係も良い方向になるし、自分が波を出して揺らしてるから、困ったどうにかして助けてじゃなく、スーっていうね、意識状態。そっかそっか、ね、ねえ、素粒子とか、量子物理学って言うとすごく難しくて、なんかこの日常と関係ない、数式の世界みたいに感じちゃうけど、本当は、単に私たちのこの日常で起こってる現象を、逆に数値化して、数式にすれば、量子物理学になるってことだね。そうだね。ね、24時間いろんなことが起こってる。これを、数式にできる時代になってきたっていうね。まあ、まだまだ解明されてない部分も多いけども、推理推測も入るけども、そうまさに。いわゆるその、スピリチュアル好きな人が波動が高いって言ってるのは、厳密に言うとね、量子物理学のその、波動が高いとはちょっと違うけど、いわゆる振動数が細やかで、波が綺麗に整っていて、そんなイメージで。としてる感じ、ね。そうね。これが波動が、整っていて高いって、まあ、一般的にね、例え話で言われてる感じよね。だから、エキサイティングで、わーっていうのも違うよね。そうね。もっと、静かで、穏やかで、細やかで、
スッとしてるね、うん。静寂な方、弱滅って言うんだけど、うんうん、静寂の弱に滅する。弱滅する、うん、弱滅イラクって言って、弱滅をもって楽となすっていう、なんていうのかな、ためっていう字に、楽しむ楽、イラク。弱滅イラクで、弱滅静寂な状態でもって楽となすっていう、弱滅イラクっていう、イラクっていう、スーっていう、まあ、湖面が微細に揺れてるけど揺れてないかなみたいな感じの、無限振動みたいな感じの、かすかな状態。なるほど。な時が、新しくクリエイトしてくれるような、境地かなっていう。そうね、これが、私たちが思う理想的な祈りかな。確かに。そうそう。ね、だからまあ、それの逆で言うと、うん、私はね、大ちゃん先生はさっきお願いするって言ったけど、うん、私はあえて、拝むモードって言ってて、本来の拝むっていう意味は、敬うっていう意味なので、違うんだけど、お願いしますっていうね。だから私は、ここに力入ってるかどうか気にしてって言ってる。眉間にシワが寄るくらい、ここにキュッて力が入っとったら、あなたは多分拝むモードになってる。案外自覚できてない人いるからね。私ももう必死の時は多分自覚できてない。その不安、恐れ、心配から、なんとかなんとかってやってる時。もうその渦中にいる時は、自分を客観視できてないから。だから、ここに力入ってたら違うね。ああね、そうね。ここをなんかこう広げる感じ。そうね。なんか眉間の力を持って、眉毛と眉毛の間をこう広げる。うん、そうすると、その、大ちゃん先生が言ってくれた、数に近づくとね。そうそうね。そうね。うん。で、呼吸がこう、深くなる。うん、そうね。と、自分が、そう、力抜く感覚として、もう、雲の中に風が通り抜けるみたいに、自分の体に、ありがとうの風が通り抜けてるような感じっていうふうに、体に風が通ってる。爽やかさ。爽やかさ。爽やかさって結構さ、私、いわゆる理想的な波動高い状態を表した言葉かなと思っていて、爽やかな雰囲気。そうかもしれないね。うん。だから風が通り抜けてないと我が強すぎて、なんか、うん、何言ってんのみたいな。戦いモードとか、うん、俺が何とかしなきゃいけないみたいな感じの、こう、力で持っていくみたいな感じのが、スッてこう風が通り抜けてるような状態で、お相手にも風が通り抜けてるような感じの場にいると、そっから新しくクリエイトしていくような祈りになっていくかなって。ああ、そうだね。感じだね。そうだよね。うん、まあ、こういうようなね、理想的な祈りができたらいいなと思っているのと、うん、まあ、せっかくやからね、こう、もう一段、深い話。うん、深め、待ってました。深める達人の大ちゃん。やっぱ今さ、地球を見渡すと、日本以外の国、まあ、結構大変なことになってるところも多かったりするじゃない？で、にわかに昨今よく言われてるのが、こっから先の、近い未来のリーダーシップを取るのが、日本民族じゃないのか、あるいは日本人じゃないのかっていうね。で、これ多くの人が結構言ってるのよ。ねえ。ねえ、ホピ族、ワイタハ族、それ以外のドラッカーとか、あと、アインシュタインも言ってるんね。アインシュタイン、それからあの人、あの、ドイツのさ、教育の、シュタイナー？あ、シュタイナー。うん、言ってる、言ってる。あとは、誰だ？マハリシさんとかね。結構いるのよ。案外多い。なんで日本人なのかね。ねえ、みんなこぞってね。うん、いやー、それで私ね、大ちゃんも知ってる通り、結構理屈屋さんなんで、その日本人が次のリーダーシップを取っていくんですとか、日本人は素晴らしいとか言われても、ほんまかとか、理屈で証明してみせなさいよってそう思うタイプだよね。まあ、こんな私がね、自分なりに考えて出した答えを、この地球全体を見たときに、その中で日本人だけが特別性を持ってる箇所がどこにあるか。それはね、もう私が思いつくのは一つしかない。それがね、侵略の歴史を持っていないっていう。まさに、まさに。侵略の歴史っていうのは、本当に縄文時代から入れると、約 2万年間。ね、まさに。日本は、他の国名になったりとか、他の民族に
支配されたりとか、そうなんだよね。言語を無理やり変えられて、英語にさせられるとか、ね、仏教国、神道の国やのに、キリスト教に、そういう国もね、周り見渡したら結構あるけれども、そういうことが約2万年行われていないっていう。すごいことだよね。そう、厳密に言うと日本国内でもね、戦国時代もあったしさ、理不尽な目にあったり、辛い目にあった方も、もちろんゼロではない。で、ね、近い大戦、第二次大戦の時は本土まで来られて、沖縄の人も苦しんだし。そういうこともあるけれども、他の国の人と比べたら、そうなんですね。もうほぼゼロと言っていいぐらいないの。包丁が塗り替えられるってことがないもんね。で、ね、中国なんかね、本当にね、確かに王様変わるたびにね、前の国の人らも王様から大臣クラス、その嫁、子供までね、ね全部ね、命絶たれて。こういう歴史がない、で比較されるのが、それ大陸の中じゃないからじゃないって言われるんだけど、じゃあ、同じように大陸からちょっと離れた島としてイギリスが比較されるんだけど、イギリスもね、今、北と南でね、いろいろこう争いがあったりとか、侵略があって王朝がこう変わってるから、だから、大陸から離れた島だから成り立ってるわけじゃなくて、日本人の中だからこそ何かが続いてるからっていう。そうだね。ね、そうだね。南半球の島もね、やっぱ、確かに数百年間植民地になってたり、流刑地であったりとかね。やっぱそういうちょっと暗黒のその時代があって、これがない国がなんと、この地球全部の中で、日本だけ。ねえ。だから、ね、私も大ちゃんも日本人が他の民族よりも突出していて優位であるっていうことを言いたいわけではなくて、この場合の特別っていうのはいわゆるユニーク。あ、そう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 。個性があるの特別ですよね。だからいろんな国民で突出されたいところがあって、ある日本人は何かって言ったらってところですよね。そうですね。あとそのワンネス的な感覚。まあ私は、お互い様とおかげ様って言ってるんだけど、お互い様がワンネスで、おかげ様がその目に見えないものの恩恵。なるほど。というふうに取ってるんだけど、なるほど、この感覚もね、私ね、海外支部の受講生さんとかも接するし、その人たちと、それこそ安心立命、悟り、なんで生きてるのかみたいな話もするから、ワンネスの感覚を持ってる人っていうのは全世界にいるんですよね。だからそこはね、日本人だけの特性ではない。そう考えると、やっぱりね、残るのはほんまにその、侵略の歴史を持っていないっていう、そのことだけ。で、こっから先はね、私が、その、もともと霊感あったわけじゃないけど、ある日カレー食べてて突然、笑かすけど、ビジネスホテルでカレー食べてて、見えるもんが見えるようになって、まあ突然そうなったのよ、スイッチがオンに。オンになったせいで、私は、その、見えて欲しくないはずの、いわゆる成仏できていない存在も見えるようになったりとか、あとは、たまたま私は、臨死体験が3回もあって、それ、長い間夢と思ってたんやけど、いや、違うな、あれ夢じゃないなって。でそこも絡めてね、いわゆる亡くなった後のことを推理するようになったのよね。で、その結果、私の推理には過ぎないんだけども、思ってるのはね、日本人、つまり縄文人の血を預かながらでも、多分この人も若干混ざってる。それから、これはあれだよね。だから、大きい愛を使うことができるって私は思ってるの。そう。大きい愛を使う。私への愛、自己愛とか、私と家族さえ良かったらいいんだっていう。これも愛やけど、愛がちっちゃい。そうじゃなくて、私たちの住んでる町でもちっちゃい。私たちの住んでる日本もちっちゃい。だから。そう。私たちが住んでる地球、そして私たちが住んでる宇宙。これが大きい愛だと思ってるんだけど、まあ、せめて地球レベル。ここにはほら、他の動物とか、木とか植物、それから菌、ウイルス、バクテリア、他の生命も入っていく。この感覚も私は大きい愛って思ってんねんけどね。これを、まあ、仮に本当にその数万年間、仲良く争わず暮らしてきた縄文人が持ってるとしたら、この遺伝子が少なからず入ってるっていうこと。で、もう一つは、遺伝子レベルじゃなく、他の海外の、人であったとしてもね、この日本っていう土地が持ってるエネルギー、
ここがね、やっぱりね、その殺戮の歴史がほぼほぼないので、他の土地とだいぶ違う。うん、で、まあ逆に分かりやすいように言うと、うん、他の国の人たち、さっき言ったようにワンネスの感覚を持ってたり、うん、大きい愛の感覚を持って生きてる人いるんだけども、うん、この人のね、ご先祖がね、うん、もう何代も何代も何代も、特にこの最近の2000年。確かに。もうひどい目に遭ってんのよ。うん、もう理不尽すぎる目に。うん、で、恐怖と怒りと恨みつらみ、うん。これがさ、この人本人がなかったとしても、うん、そのご先祖にね、めっちゃあるのよね。うんで、このご先祖がさ、浮かばれてへん魂、うん、だから、ここの人に蜘蛛の糸の先みたいなのがいっぱいついてる感じでね、うん、イメージで言うと、うん。ほんならね、なかなかね、この祈ってもね、さっきのスーっていうこの宇宙根源周波数、こうね、生きづらいんよね、うんこの。この人のせいじゃない、うん、そう、うん。それが場なんだよね。場の周波数の中に、怨念とか、押されたとかっていうフォトンが、2000年間でずっと溜まっちゃってて、でそこを祈り上げるっていうかね。うん、で、日本の本土がなんでこう祈り力が高いか、エネルギーがっていうと、おそらくまあ天皇家がもうずっとずっとずっとこう祈り上げてるっていうのがあるんだろうね。あるかもしれませんね。ねえ。まあ、うん、ともあれね、そういうことね、カレー食べてスイッチオンになるまでは考えもしなかったし、わ、うんうん、からなかったんやけど、うん、まあ、オンになって、で、土地のエネルギーや、その、成仏されてへん人のエネルギー、うん、感じながら、うん、私が、今のところ結論づいてるところでね。うん、だから、その、蜘蛛の糸みたいにいっぱい垂れ下がってる、この、恨みつらみ、不安、恐れ、怖いよ、ひどい目にあったら許せないよ、やり返したいよ。これがね、ほぼほぼない日本人は、今こそ祈るべきだと思う。まさに。まさに。で、まさに今がちょうど五分五分の時代の転換点にいるかなと思っていて、うんうん、でね、もう大ちゃん先生の本を読んでくれてる人はさ、ご存知の通り、我々のこの発する意識の波動、フォトンの波動で、で現象が変わるじゃん。うんうんうんまあ、パラレルが移行するって言ってもいいのかな。うん。うん。うん、だから、これをやりたいんよ、私は。まさに、まさに、まさに。日本に住んでる人、あるいは日本民族の血を引いてる人、うん、みんな。うん。一日一分でいいから。まさにね。そうね。なんか、イメージの中では、自然の中、森の中に自分が溶けてるような感じに浸ってるだけで、うん、もうそれがそのまま祈り。うん、になってると思うんだよね。うん、スーって溶けて、あ、森、鳥さんが鳴いてる、虫さんが鳴いている、で、太陽が照ってる、ありがたいなって、こう、ここに溶けてる空気、体の中にその空気が通ってることが、ありがたいなって、ほとんど飛ばしてる、大自然に感謝っていう周波数を響かせてる、イコール、地球全体が場のエネルギーで繋がってるから、うん、恨みの場でも地球全部繋がってるし、うん、許しの場でも地球全部繋がってるし、大自然の生命のエネルギーでも、全部繋がっていて、でね、皆さんが1日1分でも祈り上げるイコール、祈りのフォトンがね、例えば1秒間に100粒飛ばしましたと。うん、で、そうすると60分で6000粒飛ばしましたと。うん、と、1人が1分祈ると、6000粒のフォトンが地球上に祈りのフォトンが増える。で、毎日やったらね、1年間やったらすごい数、フォトン粒々が増えるのが、1億人、3億人、10億人ってね、増えていけば、すごい量の粒々が増えるから、うん地球が祈りの周波数になって、それが地球の振動数が上がるっていう、まあスピリチュアルの人が言ってるかもしれないんだけど、綺麗事でも何でもなくて、日々の実践で粒々を増やしてるから、ただただ自然にありがとうって自然をめでるっていうね。最近私がドハマりしている正元さんの YouTube とかね、この間もね、お会いさせていただいた。あ、お会いしてたね。本当にその人がめでる。花をめでる。太陽をめでる。空をめでる。自分の所作をめでるっていう、うん、そのめでるっていう感覚の瞬間、そのフォトン出してる、愛するっていうフォトン飛ばしてるから、うん、それがイコール祈りになるっていうかね。そうね。ね実際あれでしょ、ほら、祈りの効果の実験とか、うん、されてるよね。ね あの人なんていう人だった物理学者の女性、めっちゃ美人。リン。マクタガードさん。あの人とかの本。そうそうそう。ね。祈りの実験をね。そうそうそう。実際していっぱい書いてて。で、祈りの効果が本当にあるっていうのを、うん、物理学的に証明して。そう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 。
病気の治りも、エイズの治りも、A チームと B チームと分けて外から祈ったら、祈られてるってことを先生も知らないし、患者さんも知らないけど、祈られてた A チームの方が早く治って B チームは悪化してったみたいな。ねえ。とかね。それ、ちゃんとエビデンス取ってやってるのがすごいよね。ねえ。だから本当に祈りって、単に気休めじゃなくて、本当に私たちが暮らしていくこの地球の近い未来を私たちが握っているし、なれることがある。そう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 。もう祈るだけだったら、はっきり言ってこうやって手を合わす必要もさ、正直ないじゃない？意識だけだから。もうそうしたらね、今日しんどくて起き上がれなくて寝てますっていう人でもできるやん。確かに、なるほど。ね、みんなで取り組みたいんですよ。ね、私今めっちゃこっから追いかけていきたい。いや、本当これが自分の仕事とは別のライフワーク。あ、それこそ、天命の一つぐらいにちょっと思っている、ね。ちょっと話戻っちゃうんだけど、自分がもう20年近く前、十何年前、父親の会社に入っててすごい苦しくって、機械でも結果だらけで、社員からも批判だらけの時に、社長、父親が、大輔、機械に拝んでるかって言われて、キョトンとして、キョトンとしてというか、イラッとして、このせいで俺は辛いんだからっていう、超嫌な発想が出て、確かに機械に拝んだことないわと。ね、父が、おばあちゃんも会社来て祈ってたんだぞと言われて、そっかーと思って機械に拝もうって思って、仕事始める前に、NC 先輩に合唱してよろしくお願いしますって。やったら、本当に怪我なくなって、機械と自分が会話してるような感じに繋がって、あ、繋がるんだ、みたいな。そっから祈るっていうのが始まって。今の、その、学習塾をやる前だよね。あ、そう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 。建物。工場で。あ、そう、あ、そう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 、うん。部品作ってた頃だね。あ、そうですね。そうそうそう。その時の機械。あ、そう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 、そう、そう、ね。マシーンね。マシーン。そうそうそう、マシーン。拝んでるから。あ、そうそうそう、そう。うん、わあ。ねえ。その話は、大ちゃん先生のチャンネル用の、この後撮る、の話につながりますね。確かにね。意識の使い方で、確かに、ね、会社の経営盛り上げも、確かにね、いろいろ変わる。そうですね。うん、だから、それからは、自分は、現象をどうにかうまくこなさなきゃじゃなくて、祈りの状態で仕事すればうまくいくっていう感覚を持っているので、今もずーっと14、5年毎朝仏壇に祈りをあげ、で、反射経を書いてみたいのをやった方が仕事がうまくいくので、仕事しなきゃじゃなくて、祈り周波数でことをなすっていうだけでしかないっていうかね。なんかさ、ね、大ちゃん先生のさ、ご両親って、割とスピリチュアルに ね、詳しい方で、なんかお父さんはきっとその工場経営の中で、ある時気づいたんやろうね。いや、うちのね、霊気の講師の人たちもね、このセミナールーム、使い終わったら、お掃除きれいにしてくれて、で、最後、お部屋にありがとうございましたって帰るのね。それ、私言ってないんですよ。でも結局、ある時やってたらそれに気づく時があるのかもしれないね。素晴らしい。ねえ。ということでね。その話は後でさ、ちょっと詳しく別の動画でも撮りましょうよ。ねえ。まあ本当に祈りはね、重要ですね。うん。祈りを馬鹿にするなかれですね。そうですね。単なる気休めではないし、本当にあなた自身の未来も、そして地球の未来も、握る鍵になってくるっていうね。そんな祈りの大切さの話でした。ね、はい。祈りは、現象をどかすんじゃなくて、まだ現実化する前の層から湧き上がらせるっていうのが祈りみたいな感じ。スーっていうのが、整った透明な感覚に入ってるところから新しく作るのが祈りみたいな感じで、お願いとか頼むみたいなのは、もう物質化されたものをどかすとか変えちゃうみたいな感じだから動かないけど、新しくクリエイトするような感じ、素粒子を作り出すような感じが祈りなので、本当に手を合わせるなり、まあ、自分のね、好きな形でいいので、手を合わせなくてもいいしね、ただ目閉じて静かにするとかっていう状態で、一分、自然心地いいな、みたいな。ですね。ねあ、じゃあ、せっかくなんで、ちょっと、1分長いけど、30秒ぐらい。
祈って終わりましょうか。いいですね。見てくださってる。いいですね。ね、画面の向こうの方のために。はい。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。静寂だね。うん。ぜひね、ご覧いただいている皆さんも、本当に1分とか2分とかね、もう5呼吸ぐらいでいいのでね、呼吸5回ぐらい吸って、みたいなのを5回やるだけでもだいぶ、波が平らになると思うので、その瞬間がね、地球をどんどんこうスッとするね、状態にあなたがやってくれてるので。ぜひ、みんなで1日1分、やりませんか？ね。はい。じゃあ、この後もいい時間になりますように見てくださってありがとうございました。はい、ありがとうございます。またです。はい。